こんにちは、木下着物研究所おかみの紅子です。こちら側から失礼いたします。本日は着物を着ながら着物の時の香りについて今日はお話をさせていただきたいと思います。多くの方が現代では香水をつけておられる方が多いと思うんですけれども、着物に香水はいいのかということとか、まあ、私はどうしているのかということ、それから着物の防虫剤のことについても少し触れていきたいなというふうに思っています。ちょっとね、香りのことになるので、個人的な感覚ということも含まれると思いますので、一つの参考例として聞いていただければというふうに思います。今日私は、麻の長襦袢に紗の伊達締めをつけて、でこの着物を着るんですが、紗の伊達締め例年だったらもう少し早く売り切れるんですけれども、今年は多分さまざまな影響があって、まだオンラインショップで残ってるんですけれども、本当に残りがわずかになってきました。もし気になられる方はよかったらオンラインショップご覧になってくださいね。それでは早速着物着ていきます。私香水どうしてるかというと、最初の頃は香水つけてました。なんですけれども途中から香水をやめてしまいました。着物生活なので着物の時にしなくなると、おのずと香水つけなくなりますね。よいしょ。で、着物っていうのは生地の面積がすごく大きいじゃないですか。布って結構香りを吸ってしまうものなんですよね。なので香りがつきやすいと思います。素材によっては匂いがすごくつきにくいというか、抜けやすいものとか残りやすいっていうものがあるなというふうに思うんですけれども、絹の着物は香りが抜けやすい、それに対してウールは香りが抜けにくいなというふうに私は感じています。あとしまってある置物、小脳だったりとかカビの香りで、もうそれはその何年も何十年もしまってあったりすると、そういう匂いってすごく付着してしまってると思うんですけれども、周りの方が意外とそのあたりの香りっていうのは匂いが気になるではないかなというふうに思います。ご本人がもしかしたら一番感じないかもしれないですね。なので気をつけた方がいいと思います。香水をおつけになられる方、着物の時にどうしたらいいかっていうと、私はその布が香りをとにかく吸いやすいっていうことをさっきお話ししたと思うんですけれども、量的にこう控えめにされた方がいいんではないかなと思います。本当に布には香りがついてしまうので、で個人的に私はこの YouTube の動画などでもお話ししてますが、数年前からこう苦手な香りが出てきました。洗剤とかなども無香料か、あるいは有機の香料が入っている、つまり天然の香料ということですね。そういうものにだけを使うようになってきました。で、具体的に私着物周りの時のその香りというかはどうしてるかというと、衣装用の匂い袋というのを、愛用しています。この匂い袋というのは小脳だったりとかナフタリンのような防虫剤ではありません。シルクは基本的に虫がつきにくいんですね。もちろん一部絹をの繊維を食べてしまう虫もいるんですけれども、基本的にはつきにくいので、私は防虫剤は不要だと思っています。私は今防虫剤というのは一切使ってないですね。ただやっぱりウールとか木綿の素材って虫はつきます。で、合成繊維などは、食べこぼしなどのところにシミがなければ、虫の害というのは、あまりないと思っていただいていいと思います。ウールの着物、それから木綿の着物と一緒に同じ引き出しに絹の着物を入れてしまうと、ウールとか虫がつくってお話したと思うんですけれども、その被害を被ってしまうことがあります。なので一緒の引き出しなどにはぜひもう入れないでいただきたいなというふうに思います。絹の虫の心配って、もちろんね、お着物が高価なのですごい心配ってとってもよくわかるんですけれども、私は防湿、つまり湿度の方がちょっと心配かなと思っています。つまりカビが生えてしまうということですね。防湿とか防カビの効果には何が一番いいかというと、風を通してあげること。
なんか皆さん虫干しって多分思うと思うんですけれども、何よりも風が通るっていうのは私は着物を着ることだと思っているので、とにかくつまり着物をたくさん、その着物を着るということで、もちろん何年かに1回しか着ない着物とか、今状況的にあんまり着物が着られない、それから、まあ、あまり着物を着る機会がたくさんあっては困る、あの物を着物とか、そういうのは、まあ、ぜひぜひ虫干しというのをしていただいたらいいんじゃないかなというふうに思います。防虫剤ももちろんあの大事だなと思ってらっしゃる方多いと思うんですけども、私は防湿の方が大事だと思っているので、防湿シートなどをぜひ有効にご活用いただければいいんじゃないかなというふうに思っています。まあ、よくね土用の虫干しとかって言ったりしますけれども、私は土用あたりにするよりかは割とゴールデンウィーク明けだったりとか、それから10月のすごく晴れてる秋晴れのお天気がいい日に風を通してあげることが多いですね。一日直射日光が当たらないところでお着物に風を通してあげるというような方法をとっています。まあ、基本的に通常着てる着物っていうのは虫干ししないんですけれども、例えばめったに着ない訪問着だったりとか物置物とかっていうのはそういう時にやるようにしています。ちょっと今日着ているこの着物について少しだけお話ししますね。この着物、去年100回ワンシーズンで、まあ、試してるっていうこともあって、ワンシーズンで100回ぐらい着た着物なんですけれども、今年もこの着物よくよく着てますね。もちろんあの柄違いのものとかを作ったのでこればっかり着るっていうことはないんですけれども、毎朝何を着るかっていうのは全然私前日とかには決めないので、当日にしか決めないんですけど、ついついこの着物に手が伸びてしまいますね。それは着心地がいいだったりとか、着やすい、それからメンテナンスが楽とかシワが寄りにくいとか、さまざまな理由がありますけれども、そういうさまざまな理由からついついこの着やすい着物っていうのを手に取ってしまいますね。今あのご注文ご相談いただいている方がいらして、お楽しみにお待ちいただいているんですけれども、もしご興味ある方いらっしゃったら、あの概要欄とかオンラインショップをご覧いただければと思います。そうこうしているうちに帯もほぼほぼ締めてきましたね。よいしょ、仮結びして、くるくる、それから仮紐を外して、では回していきます。頑張って、よいしょ、今あの風通しのことを着物のことで、当然今着物の話してるので着物のお話でさせていただいたんですけれども、なんか着物と日本家屋ってなんかちょっと近いところがあるなっていうふうに思うんですよね。例えばしまいっぱなしの着物がカビ臭くなったりとか、カビがついてしまったりとかっていうのは、なんか日本家屋とすごく近いかなと思います。日本家屋ってこう畳があったりするとやっぱり湿度がこう溜まりやすかったりとかして、例えば私たちが1週間旅行に行ったりとかすると、やっぱりあちょっとカビ臭くお家がなっちゃったかなっていうふうに思うことがあるんですけれども、ただやっぱりあの窓を開けて開け放して風を通してあげると、その香りっていうのがやっぱり取れていきますし、家の中のその湿度の状態っていうのが良くなっていきますよね。で、家も長いこと人が住まないと傷んでしまうじゃないですか。そのことって私着物とすごく近いなっていうふうに思っています。私ね、基本的に帯締めって一年中使えるものをほとんど使ってるんですけども、これは一重と夏用という感じで使っています。これ何年か前にお茶会の時用に買ったんですけれども、今も愛用しています。で、今日帯揚げはメッシュの帯揚げです。もうね、これ以外のものも当然持ってるんですけど、着物と同様にまあつい手が伸びる、まあ、ちょっと変わり映えがね しなくなってきたので、ちょっとコーディネート考えないといけないなと思っちゃうんですけど、どうしてもやっぱり手が伸びてしまいますね。なんかあの着物に関わることとか仕事に関わること、さまざまいろんなことやってるわけですが、時々本当に不器用とか面倒くさがりじゃないんじゃないですかってあのいう、ね、お声もいただいたりするんですけど、コーディネートを考えることが重要し、
まあ、もちろん大事なんですけれどもっていうよりかはやっぱり使い心地とか楽なものについ手が伸びるっていうのは、まあ、面倒くさがりということをよく表してるのかなって自分で思ったりします。私が愛用している匂い袋はこちら、京都の松栄堂さんというお香の有名なところですね、の仁王の花というものを使っています。で、夫はこちら、同じく松栄堂さんの長袖の宮古というのを使っています。なので私たちはそれぞれ自分の着物が入っているところ、それから下着などを入れているところはそれぞれの香りが入っています。この仁王の花というのは紅花のことをちょっと表しているので、もともと香りが好きだったっていうのもあるんですけれども、調べて、あ、紅花の仁王の花って紅花のことなんだっていうのを知ってからより好きになりました。で、松栄堂さん自体はこの匂い袋のことは防虫剤とはおっしゃってないんですね。香料は昔ながらの白檀だったり長寿、それから桂皮など防虫効果があると言われているものを使っていますというふうに書いてありました。まあ、防虫剤というよりかは、まあ、ほのかな香りが移るものというふうに、まあ、私は捉えていまして、でこの控えめな着物に匂いを移してそれが少し香るっていうこの控えめな感じがなんか着物と相まってとってもよく合うのかなと思っています。香りは人それぞれ感覚なのでどう感じるのかっていうのはあると思うんですけれども、私は着物生活がこうだん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 長くなるに従って全体の調和ということをよく考えるようになりました。香りに関しても香水ってやっぱりどうしてもつけ方によってはすごく強く香ってしまったりっていうことがある、こう前に突出してしまう可能性があるというものに対して、匂い袋っていうのはやっぱりこう周りとのこう調和だったりとか少しほのかに香るというのが、まあ、今私は着物、私の周りの着物っていう意味で言うとこう調和が取れているのかなと思って今は匂い袋に行き着いています。本当に不器用で本当に面倒くさがりだった私が着物生活十数年で得られた経験や知識を毎日動画で配信しています。こちらのチャンネルをご覧いただくと知らず知らずのうちに着物や和に関する知識が得られるようになっています。毎日たくさんのご視聴、コメント、高評価、チャンネル登録をいただきまして誠にありがとうございます。皆さんからいただいたコメントは次に作る動画の参考にさせていただいています。お返事追いつかない時もありますが必ず目を通していますので、またぜひコメントをいただければと思います。本日は帯締め、こちら両方とも白っぽいのを使っていますが、これ実はリバーシブルなんですね。なので例えば片方だけ白で片方だけこう綺麗な薄い緑色、こういうのを持ってきてもコーディネートによってはいいのではないかなと思います。今日私は白白の方がいいかなと思ったのでそうしましたが、こういうコーディネートもありです。お手持ちのもの、リバーシブルのものがあったらぜひ試してみてください。それではまたお会いしましょう。